おはようございます。安水です。今日は7月10日突然ですが、皆さんソニーさんへちゃんとお布施してますか？はい、最近の私のお布施状況なんですけど、一つはね、これですね。わかりますかね、これ。はい、ソニーのね、新しい、なんちったかな、なんとかマーク4、はい、新しいね、ワイヤレス、イヤホンなんですけど、これがね、めちゃくちゃ音いんですよね。で、今アマゾンで買ったね、あのケースカバーつけてますけど、これすごく便利です。はい、ソニーさんへのお布施第2弾、これ何かわかりますか？わかりますかね。実はこれね、ペルチェ素子を利用したソニーさんの、なんちゅうのかな、冷却装置ですね。要はあの体温をね、下げる装置なんですけど、まあ体温下げるまではいかないですね、涼しく感じるっていうものですね。これをね、こういうふうにこう首にかけて、背中にね、これを、亀をね、甲羅みたいな感じで背負うんですけど、これね、なかなか優秀ですよ。はい、今日のカメラは、まあ画角から言っても皆さんもお気づきでしょうけど、 RX の02で撮ってますね。はい、ソニーさんからね、発売になるあの例の APS-C 機ですね、 Vlog カムって言ったらいいのかな、ZV-E10 ですか。いよいよね、あのまた今日新たなね、情報発表になりましたね。はい、で今のところね、あの当初私が予想していた、性能とね、リーク情報はね 100% 一致してましたね。予想通りのね、内容になってますね。はい、昨日もね撮ってるんですけど、またアジサイのところ来ました。ちょっと今日ね風強いんですよね。はい、その ZV-E10 かな、まだねリーク情報で流れてないんですけど、あと僕の予想としては 4K30p は当たりましたよね。で 4K30p 撮影時はクロップでしょうね。α6400 とほぼ同じだと思います。はい、それとね、アイビスはね、ボディ内手ブレ補正は非搭載ですね。でアクティブ電子手ブレ補正はね、おそらく ZV-1 とね同じ性能じゃないでしょうかね。はい、あとはね、価格の方なんですけど、おそらくソニーストアで税抜き価格ボディのみで10万8000円前後じゃないですかね。なんかですね、ハトさんがライオンの口の中で休憩してるの、映ってますでしょうか。今日意外とね風あって涼しいんですけどね、あそこが落ち着くんでしょうかね。食べられなきゃいいんですけどね。はい、花壇がね綺麗ですね。なんかあれでしょうかね、東京オリンピックへ向けてっていう雰囲気ですかね。いや、これはね、僕ね、初めて知ったわ。はい、今日の札幌の気温は、じゃが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 じゃん、23度。やっぱりね、昨日よりね、涼しいですよね。やったー、またモンスター。はい、飲料配ってる。いただきまーす。はい、東京オリンピックの準備着々とねできてまして、会場もだいぶ出来上がってきましたね。ちなみに今日のマイクはワイヤレス GO に先日買ったズームにね、おまけでついてきたラベリアマイク、それ使ってね音取りしてます。はい、ということで今日はですね、なんてことがないたわいな話で終わっちゃいますけれども、新しくてね ZV-E10 ですけどね、あとはね、ZV-1 も入ってるのかな、録画中にモニター赤枠表示ね、
それがね備わっていてほしいななんてね思ってます。ただ僕ね多分買わないと思いますね。はい、アルファ7-4はねちょっとね気にしてるんですけど、はい、そんな感じでございます。今日もたわいないお話にお付き合いありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。